思いまーす。やらないって女の子だからできない。おい待て、女の子や。はい、ということでおはようございます。朝7時がやってきました。はい、最近はね、この3人面白いこといろいろやってるんですけど、本日もまた面白いことをやっていきたいと思います、はい。で、今回やるのは俺様クイズ。ルールを簡単に説明すると、はい、まあ、出題者が自分のクイズを出すの。はい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 。で、私がいきなりね、うん、俺様クイズ、ミーコのクイズですが、私が好きな色は何ですかって、もう自分勝手なクイズでいいの、うん、はいはいはい、それを当ててもらうってだけ、はいはいはい。で、もう例えばさ、赤違います、青違います、黄色正解ですみたいな、そんな感じのゆるいクイズです。まあ、自分のことを知って、そう、はいはい、自分のことを知ってもらいたいから、はいはい、ちょっとマニアックなもの、はい、私の寝る時のこういう何ポーズは何でしょうとか、そういうのでも、はいはいはい、おー、そういうそういうことね。わかったわかったわかった。じゃんけんで決めたいと思います。はい、せーの、最初はグッ、じゃんけんポン、あいこでポン。あんたもう最後回答者、回答者、最初はグッ、じゃけポン、あいこでポン。ああ、え、私が、私が問題を出して、はい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 、じゃあ全10問にします。はい、ちょっと待って、え、考えられるの。あ、5問にしとこう。じゃあそう、5問にしましょう。全5問で私たちが答えます。はい、じゃあ何じゃあ待って、ゆうこちゃんの俺様クイズ、イエーイ。1問目お願いします。はい、じゃあ第1問、はい、でれん、しゅうちゃんが好きな場所はどこでしょう。うっさしかもゆっこちゃんのことじゃねえし、しゅうちゃんゆっこちゃんのことじゃねえ、自分のじゃなかった、いきなりしゅうちゃんになっちゃった。しゅうちゃん、猫ちゃんの一番好きなポジション、家のポジションはどこでしょう。ディドン、はい、お風呂場。違うんかい。嫌い。え、ちょっと嫌いなの。え、好きな場所でしょ、うん、好きな場所でしょ。あれだよね、変になんかすごい豪邸とか住んでないの、螺旋階段があるとかそういうのじゃない、普通の家だよね、うん、はい、はい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 、ベッド。ベモー、わかりやすい。詳しくは言うと、ベッドの私の足の間なんだよ。あ、なるほど、かわいい。かわいいな、それは。足の毎日そこに行っちゃう。そうそうそう、かわいらしいです。いつも股の間にいる。変態じゃねえかよ。人間で言うとエロい。じゃあ次、まず次行こう、はい、えっかちゃん、じゃあゆっこちゃんの、はい、俺様クイズ2問目。イエーイ、はい、使ってるシャンプーは何でしょう。むずはい、ピボン、はい、パンテブー、違うんかい。はい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 、いちかみ。えっ、ね、なんで知ってんの。やばいよ、やった暮らしてんの2人。何どういうサイズで、あくちゃんのこと何でも分かるのかもしれん。うちに来てるでしょ、知らないうちで。鍵持ってるでしょ、あなた。持ってない、鍵がなくなってると思ったら、いくらで知ってるでしょ。絶対違う。何で知って、え、分かんない。いちかみでしょ。いちかみっぽい。いちかみっぽい。めっちゃ言うのに。いちかみ歴は何年なの。いちかみ歴4年ぐらい。結構もう、なんか、いろいろ、なんか調べた結果、なんか一番いい質の、市販で買える一番いい質のシャンプーがイチカミなんだって。へ、うん、じゃあイチカミにしよう。やめなさいよ。ちょっと待って、ちょっと気持ち悪くなっちゃうわ。イチカミにしよう。ゆこちゃんの俺様クイズ3問目。3問目。はい。3問目か。一番初めに洗う場所はどこでしょう。わぁ、ちょっとマニアック。え、洗う場所、ピンポーン、はい、髪の毛。ブー。違うの、私このことも外れてんだけど。うん、はい、負けた、ピンポン。顔面。あ、正解。顔面、あ、そっか、そっか、化粧落としって。そうか。そう、私ね、洗面台の方に、なんか化粧落としがあるから、そこで化粧落とし取って、で、お風呂入って、取りながら、顔をまずシャワー浴びる。あ、なるほどね。そう。取って汚れた状態でそのお風呂行くって、うん、そうそうそう。真っ黒な状態でお風呂もらって。いや、あるあるだな。でも、これね、女子はあるある。女子あるある。次4問目。あ、次4問目。お願いします。はい。4問目は、じゃあ、好きな食べ物ベスト3は何でしょう。うずっ!3 個当てんの?違う、第3位は何?あ、第3位?第3位?え、ちなみに、ヒントとして1位は何なの?あ、じゃあ、1位は、ひつまぶし。ひつまぶし?ひつまぶしなの?大ヒ
が大好き。え、なお、あ、はい、ピンポン、あれ手羽先、ブー、違うかい。あれ、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 わかった、ヤバト、ブー。あ、ヤバト、第2位が、あー、第3位、え、名古屋でしょ、や、名古屋でしょ、ん、名古屋でしょ、名古屋の食べ物が比較的好き。え、名古屋って何、なんだろ、なんだろ、名古屋って何、あと、え、ヤバトしか思いついた。え、最初の文字、はい、え、最初、え、最初、や、や、ヤバトンじゃん、やっぱり、や、あ、店の名前だった、それちょっと待って食べ物の名前言ってや。え、や、あー、はい、ピモン、ヤマちゃん、ヤマちゃんが違う、それ、それ手羽先、あ、それ手羽先だ。え、普通にご飯の名前でいいよね、ご飯の名前、ご飯の名前、ヒントは、み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 んな名古屋ちゃんと思い出して。名古屋じゃねえしな、名古屋って何有名なの。ヤバトンじゃない。はい、ブー、やばい、ブーって出ちゃった。答え、味噌煮込みうどん、味噌、味噌煮込みうどん、うずうず、これはね、むずいわ、これむずいわ、うどんでいいじゃん、うどんでいいじゃん、うどんじゃないの、味噌煮込みうどんが好きなの、うどんしかも山本屋の煮込みうどん。じゃあ最後の5問目はい、お願いします。はい、5問目、5問目、はい、じゃあ私が、はい、1500m で1500m、最高記録は何秒でしょう。何秒、何秒、あ、1000m でしょ、 1000m で一番自己最速記録は何秒でしょう。何秒、何秒でしょう。 1000m、 はい、ピンポンピンポン、はい、3分20秒、ブー、早すぎちゃう、早すぎ、これ秒じゃ、秒、え、うんと、え、そんな感じ、みーこさんみたいな感じで3分何秒とか、そういうの。え、1000メートルで、ちなみに記録を出したのが高校1年生の時だね。はぁ、はい、ピボン、4分20秒、ブー、早いのか遅いのか分かんない、分かんない、分かんない、1000m なんかやったことない、学生の頃。1000ってどんぐらいで走るんだっけ。 100m20 秒ぐらいで走るとちょっと早いかなぐらいだっけ、あれ。100m は多分、世界記録が9秒いくつだから、女子だと18秒だから、一般的な女子だと15秒ぐらいが早いんじゃない。15秒ぐらいが早い、 100m 全力疾走。え、ちょっと待って、 50m じゃないと分かんない。 1000m。 はい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 、ピンポン、5分、いや、4分82秒。あー、1500m の最高記録をヒントで言うと4分48。嘘でしょ、もっと早い、はい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 、1分30秒。間違えてえの、それは世界記録いっちゃうな。はい、じゃあ、はい、いくよ、はい、ピンポン、ピンポン、ピンポン、なんだよ、最後に行くね、どんぐらいで走れんの。それいいっすか、1個って、超むずくないっすか。超むず、3秒までだいぶ当てられない。じゃあ一番近い、だいぶ当てられない。俺様クイズなんでね、そう、俺様、私が俺様なんて当ててみようかな。はい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 、5分38秒。え、1500m の1500がさ、 4分でしょ、4分48でしょ。あ、ちょっと待って、2分でしょ、2分台だと思う。早い、そんな早いの。ちょっと2分は届かなくて、あれ、じゃあ3分10秒、惜しい、はいはい、3秒8秒、惜しい、え、はいはいはい、3分7秒、惜しい、何それ。3分6秒で、3分6秒でした。3分6秒、バカ速くね。はい、昔は速かった、めっちゃ速くない。早いよ、中距離でしょ、はい、中距離、中、しんど、しんど、頑張ったね、昔は速かった、すげえわ。ということで、はい、高1なんだね、しかも高3とかで、ね、ちょっと激しめにちょっと練習しすぎて貧血になっちゃって記録が伸びなくなっちゃった。あららららら、そう、怖くなっちゃったのかな、それで。そうね、ということで、はい、ゆっこちゃんの俺様クイズ5問でした。2人2勝2敗、1引き分け、なんだよ、1引き分け、そう、なんか待って待って待って、最後ずるくない。最後ずるくない、スピードだから、スピード勝負だじゃん。まいかちゃんピンポイントビーチで、そうだよ、そうだよ、そうだよ、やれね、変態だと、ゆっこマニアだよ。ということで皆さん
さん楽しんでいただけたでしょうか。それではまた明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。次誰だろうね。